ピカソの泣く女という絵のシリーズに対して破壊した結果、そんな感じが少し。自身の理想を具現化させるために不要な存在を排除しようとする、それへの返答。ゴッホは殺せなかったわけだが、ピカソはそれを踏まえて相手を破壊する選択をし、それを当時の世相、共産主義、それは支持した。そのパワーは偉大な芸術家、それを殺したのだ。いかに愛らしい姿をしていようとそれは悪魔の手先だ。ならば、岡本太郎。そんなピカソに公然と敵意を向けていた、らしい。そしてその前に、瀬戸内寂聴、その女性、それが現れ、それは交流の果てに奇妙な対立関係にはなっていった、ようだが、女性の扱いに関しての境。経緯を見ると、瀬戸内寂聴氏は、岡本太郎氏の期待する存在にはならなかった。らしい。ピカソの絵にか。